こんにちは、日本改革党くつざわです。杉一郎ビール様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。どうでもいいことですが、今日知人に髪の毛切ってもらいました。顔も剃ってもらって今日はツルツルです、今日2月22日は竹島の日。竹島を軍事占領中の韓国は正真正銘の軍事敵国であると思うんですけれども、皆さんどうでしょうね。ウクライナ今東部4州をロシアに占領されてみたいですけれども、正真正銘敵国同士ですよね。断交&宣戦布告が世界のスタンダードじゃないかと考えるんですけれども、よくね日韓関係を正常化するためにとか言ってるけど、正常な関係とはこれですよね。なんせ自分とこの領土を軍事占領されてんだからさ、まるでウクライナのようにロシアが東部4州占領してますよね。敵国人である韓国人が自由に日本国内を移動できるって何なの？異常事態じゃないのこれ。しかもノービザで入国できるってバカすぎんじゃないこれ。ロシア人はウクライナ国内にいられないよ。ウクライナ人はロシア領内を自由に歩けませんよ。我が国領土竹島に堂々と密入国している韓国人たち。こんなね、デッキみたいなの勝手に作りやがって、こいつら全員逮捕して入管がね、収監すべきなんだよな。不法入国、密入国、手続き経ねえで、日本国内に入ってきてるんですから、こいつら全員密入国で逮捕すべきなんだよなって思っております。NHK 現役アナウンサー逮捕、船岡久、読めねえ、継ぐかな、久継ぐかな。47歳、20代女性アナウンサーを尾行、本人がドアを閉める前に無理やり部屋に侵入、室内にいた女性の知人男性に取り押さえられるも3階から飛び降り事なきを得た。得てないんですけどね。2日の入院後に逮捕だそうであります。こんな顔してんの、爽やか、細身な感じなんでしょうか。ネットの話、金毛、さすが日本犯罪者協会、 NHK は風紀が乱れている、彼氏とばったり、毎度おなじみ NHK の犯罪、部屋に同棲してる男いて草I can fly、問題起こしそうな人間が優先的に採用されてるとしか思えん。まあ部屋にいたのが弟さんだったとか、お兄さんだったとかいう報道はないんで、まあ彼氏でしょうね、彼氏ね。NHK はこれ報道してません。 FNN の記事も Yahoo の元記事も速攻削除されてて Not Found 404になっておりました。なんとかこれをなかったことにしたいっていう強い意志を感じますよね。やっぱし全テレビ局とメディアは NHK に逆らえないんだな。このね、NHK の不祥事速攻削除、ネット上からはね、速攻削除する、どこも逆らわずにおとなしく削除するっていうところに NHK の巨大さが垣間見えますけれども、 NHK 関係者の犯罪率は一般組織の一般団体の約50倍であります。これはですね、一般組織、一般団体、一般の会社は逮捕者が10年に1人出るか出ないかなのに、 NHK は毎年毎年5人程度、10年間で50人逮捕されてるってことから、和田政宗議員が導き出した数字であります。ドミネーター、犯罪係数300オーバーです、執行対象です。で、なりますよね。消滅させられちゃうやつ。まるで NHK だけ別な国だな。中身が日本人と違うからかな。船岡ってやつも顔よーく見てください。こいつは日本人なんだろうかという疑問が湧いてきますね。なんかね、顔の皮膚が薄い感じがする。で、なんか違うんだよね。まあ、そうだとは、確信ないですけども。2月21日、都議会、滝口学議員とは、支援団体の活用と経費の使途を明確にすべき、西山智之福祉保健局長、委託事業を補助金事業化に向け、
国と調整中、これつまりコラボとかに下請けに出してた委託事業を委託事業じゃなくて補助金事業にするために厚労省と話し合い中っていうことですね。ネットの話、やっぱ黒だったのが、あの女はどうなるの、用済みなのでは、刑事告訴されるから逃げられないよ、税金使わず自己資金で好きにやれないのに、大事にならない、落としどころ探ってんな、これで幕引きってわけじゃ済まないよ。このことについて誰が責任取んのかね。報告の締め切りが今月末だから、その報告次第で動きがあるだろうと。ひまそらさん、これは要するに都民ファーストが、はい辞表しました、はい解決、はい解散ってやりたいんだろう、そんなんで許すわけねえんだよなと。問題として取り上げず沈静化を図るってことは、都ファがコラボと共産党とグルーだってことかな。いやまず蒸発した金返して落とし前つけないと。制度改正って委託契約がアウトだっただけでしょ。タイミング的になんとかコラボだけで済ませたいというのが見え見え。追及されるのは過去の金の使い方で未来の話ではないんだがね。コラボとニートムのは生活保護受給詐欺指導で刑事告訴される見込みであるし逃げられないが、福祉保健局の責任追及をうやむやにしたいってことでしょうね。コラボのは委託じゃなくて補助金にしましたからっていうことでうやむやにしたい。委託だと丸投げになるけど、女性だとチェックが入りやすくなる。これは間違いです。こういう書き込み見ましたけど、これは間違いです。本来ですね、自治体が直接やるべき事業を民間に下請けさせるのが委託事業ですよ。土木工事であるとか、狂犬病注射とか、住民の健康診断の事業とか、豊島区は住民は無料で年に1回健康診断受けられますけれども、自治体職員がそれをやることが不可能な事業だって、医者でも何でもねえしね、自治体職員。これは監督が厳しいです。非常に。委託事業は本来監督が厳しいです。やってもないのをやったことには到底できません。狂犬病注射は職員の目の前で注射するし、職員が料金もらって観察だしで、数ごまかすことなんかできない。あと自分の病院でやったものは、注射した証明書をですね、保健所に提出して、お客さんに、渡す、観察に変えてもらうといったところで、お客さんと保健所、双方の監視がありますから、注射の数なんかごまかしようはない。病院の健康診断も、同様ですね。カルテ作んなきゃならないから、ごまかしようはない。こういう検査をやった結果、こういう数字が出た。で、記録されるんだからね。土木工事なんかは、工程のつどつどにですね、ちゃんと土台は1メーターあるか。土台のコンクリートは1メーターの厚みがあるかとか、側溝の下の砂利は、20センチちゃんと砂利引いてあって、転圧してあるか。転圧っていうのは、ガタ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 ってこう進んでいく機械で、バチ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 って、土台になる砂利をですね、押し固める作業なんですけれども、その都度都度ですね、写真撮影して提出します。その写真撮影だけやってる社員もいるぐらいであります。各現場回って、その写真を撮影して回って役所に持っていくだけの専門の社員もいるぐらい。たまにですね、自治体の職員が工事現場見回りに来ます。デタラメやってねえかな。コラボの問題は受け負った事業ほど女の子を救ってるかって問題ですよね。厚さ1メーターの土台の写真を提出しないし、それに使ったコンクリートを買った領収書も見せられないって感じ。獣医師会はですね、ひょっとして生理食塩水かなんか注射してないかという疑惑をですね、狂犬病ワクチン買った領収書で否定できないような感じ。ちゃんと買ってます。狂犬病のワクチン何千本みたいなね。保護女性の氏名と現在住所とですね、
ことの顛末、一体どういうことで相談したのか、こういうふうな、ことをアドバイスして、どういうふうに落ち着いたのか自体が、っていうことをですね、発注主である都にもですね、女性のプライバシーって言って、報告しない、秘密にしてる。で、秘密にされてても、それを許していて金出していた福祉保健局と、コラボ。何人の女の子を救いました、こんだけかかりました、来年は持ってくれ、もっとくれ、なんかね、委託料以上に使っちゃったから来年はもっと増やして、何の証拠もなしに OK してた福祉保健局の責任は重いと思いますよ。助成金事業はですね、例えば育休制度作りました、はい100万円、定年年齢を伸ばしました、はい100万円、炭酸ガス減らす取り組みを、これこのように行います、はい500万円、こんな感じです。事業再構築補助金、人材確保支援補助金、 IT 導入補助金、販路開拓補助金、女性経営者企業補助金などもあります。これ差別ではって思うんですけれども、新製品開発補助金なんかもありますね。新製品を作るために工事をちょっと改造したいんですけど、それの補助金、もらえませんか。委託料を事業の原資とする、委託事業に比べいわば推進のためのご褒美要素が強いんですよ。もちろん証明できる実績でないと全然ダメです。これ IT 導入、補助金もらうために、パソコン10台買った領収書を店に行かなくてはなりません。補助金事業は実績できない、証明できないとね、大きい会社ではですね、もらえる補助金を見逃さないために専門の部署が あり、社労士雇ったりしています。郊外にですね、条件に合った大型店舗作るときにもらえる1億円の助成金を知らずにですね、申請せず、もらわずに、後ほど死ぬほど後悔したいわき市のですね、スーパーチェーンマルトとか、そういうのをなくすためであります。これ青年会議所にかつて私属してまして、いわき市の。でね、坂本浩二衆議院議員がレクチャーしてくれたんですよ。これこんな補助金があるから活用しないと損ですよ。その時ですね、マルトっていうスーパーチェーンがですね、郊外に大型店舗作った時に、これこの補助金申請してれば1億円もらえたのにって言って、その場でね、がっかりしていたマルトの専務ただし元官僚さんが警告、都が厚労省と手を切って独自の助成金事業とすることで、独自の補助金事業とすることで、今まで以上にデタラメされる危険性もあるだそうであります。どうすると福祉保健局、どうする小池典子都知事、これでね、典子って読むらしいんですよ、小池典子。っていうのは、ひまそらさんが請求したコラボの関係書類がノリだらけだったからね、今ではノリコといえば小池都知事のことであります。補助金事業になりました、これで問題解決です、はいシャンシャンは許されませんよね。コラボは刑事告発もされてるんだしね。日本改革と支部長が当選できたらばですね、地元の自治体で委託事業を掘ってもらいます。市や区レベルでもミニコラボ、ミニ若草、ミニパップスなんかがうごめいている可能性がありますからね。だからなんとか当選してくんねえかな、必死で応援しないとな、なんてこっちも思っております。委託事業と補助金事業ってそういうことなんですよ。委託事業はまんまね、委託料っていうのがその会社の売り上げになるわけですし、その見込みでね、なんつうのかな、土建や土木作業だ、土木工事だったら半金もらえる、まずは。で、手付金っていう部分、それでいろいろコンクリ買ったり、トラック手配したりして、で、工事完了で半金、残りの半金がもらえるっちゅうのになっております。朗報、自民党内のまとも議員の猛反発で LGBT 法案提出難航、一度ボツになった法案の修正も開始できずと。
こういう記事ですね。ネットなんです、差別されてないから、必要ないから、一旦落ち着いて議論で、このままやってるふりでよし、もう差別だってわめてれば騙せる時代は終了、特定の事情を法律で保護する必要なし、未来永劫見送りでよいと、別な記事ではもっと悲壮な中身が書かれておりましたよ。稲田朋美特命委員長は党内手続きを進めることの了解を求め会議を打ち切った。これに対して保守系議員らは猛反発、自民党内が意見集約できておらず、同法案の行方は依然として不透明と、できかできねえかわかんねえみたい、猛反発で、稲田議員が推進派の筆頭みたいなんですけれども、俺がですね、靴沢がですね、ここらは女ですって叫びながら稲田議員が使ってる風呂に突撃しても許してくれんのかね、それともそれはダメってダブスタ言われんのかな。 LGBT 法など必要ない、理由は差別されていないからです、もし LGBT がですね、テレビ新聞とアホや党がわめくように実際に差別されてんなら、なんでマツコデラックスはテレビに出れんの、なんであのマングローブはテレビに出れんの、古くはおすぎとピーコはなんでテレビに出れんだって話ですよ。差別対象の嫌われているものをわざわざテレビに出して視聴率下げることないじゃないですか。したら、あの、嫌われてもおらず差別もされていないってことですね。最近ではリューチェルって方もカミングアウトしてなかったっけ。あと、あの、氷川、名前忘れちった演歌歌手の、江戸時代には影魔茶屋っていうのが流行したそうであります。影魔茶屋っていうのは、あの、少年がいてですね、そういうことする、欧米、特にカトリックが強い地域では差別が凄まじかったから法律が必要であった、男性の同性愛者をソドミーって呼ぶことはありますけど、これは旧約聖書創世記に記されているですね、町民がですね、不自然な肉の欲を行ってて、つまり正常な行為ではないなっていうことを行ってて、神の怒りに触れ、天からの異様と火によって滅ぼされた町のことであります、ソドム。詳しくは、あの、ソドムとゴモラで検索してください。有名な話であります。プロテスタントはそうでもないですけど、カトリックの強いイタリアなんかでは、そういう人らは肩身狭いんだってね、そういうのにおおらかなギリシャや日本に脱出するイタリア人男性も多いと聞きます。真偽不明でありますけれども、特殊な事情を法律で保護する必要なし、そういう人がどれぐらいいるかっていうと、5% から 10% 多くてもって、言われております。立憲とかの共産の支持率よりいっぱいいますね、で、連中の狙いはですね、この層に支持してもらえれば支持率倍増だなぁであるとか、さらには新たな公金集中事業を、作れるなぁってことかな。あるいは、あの、戸籍を混乱させてですね、社会不安を起こすこと、同性婚を認めないのは差別とか言っちゃってね、自民党のまともな議員には頑張ってもらいたいものであります。委員会ですね、本当に差別なら、なんでマツコはテレビに出れんのって短く強く鋭く反論して頼むから、源氏物語の好みの幼女を引き取って愛するために、成長を待つなんてのも不自然な肉の欲で、神の怒りに触れですね、焼かれそうですけれどもね、八百万の神と違って唯一神は幻覚ですね、みたいな、あの、感想を持ちます。というわけで、どういうわけで、メール投影さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。